じゃこんにちは、さゆたかさん、はい、開幕から約1ヶ月ですよ、はい、そうだな、早いですよ、まあ、YouTube ラジオ、俺のラジオも始まったしな、あ、そうです、そうです、ゆたかさん、まず最初にそこを言っとかないと、そうそう、 YouTube ラジオを始めましたので、はい、まあ、お耳は拝借ということでね、ちょっと耳だけを貸してほしい、そうですね、検索、YouTube で検索する際には、はい、高木ゆたかラジオでいいです、ラジオ で, ラジオで検索すれば出てきますので、こちらの方のチャンネル登録も、はい、ぜひぜひ、概要欄からも飛べます。下から飛べますし、はいはい、まあ週に、まあ、下から、まあ、概要欄から飛べるっていう、そうですね、そうそう、飛べますし、はい、今週に、まあ、2回、3回。2回、3回だね、はい、はい、上げてるんで、はい、まあ耳だけだから、そうですね、まあ、BGM 程度に流しておいてもらえれば、はい、そうですね、はいはい、ぜひぜひ皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、まあ、開幕から1ヶ月経って、はい、まあ、はい、ね、当初の豊さんの予想から、まあ、この1ヶ月、うん、選手たち、はい、チーム、はい、いろいろ変動あったと思うんですよ。まずやっぱコロナでちょっとこう大きくチーム状態が変わったチームがあったりだとか、はい、まあ、したよね。だからそれはちょっと残念なんだけど ね、 そうですね、あと、まあ、はい、怪我というのもで離脱というのもありましたから ね、はい、まあ、そういうのもひっくるめて、はい、月間ベスト9、月間ベストね、はい、月間、まあ、4月のね、そうです、はい、これ毎月やっていきましょう、これベストまた言われんじゃねえかな、うん、この野郎こいつの方がいいだろうみたいな、まあ、主観だからね、そうですね、トラウマとして、あの坂本選手と京田選手のことがあるからな、それ相当前だな相当3年くらい前、お前ね、どこ見てんだみたいな、なすごかったですね、あの、あれは、まあ、ファンの心理だね、そうですね、やっぱり欲しいですね、まあ、それじゃいけないんだけど、まあ、はい、まあ、これは、まあ、豊さんの主観がやっぱり主に入っているので、まあ、でもやっぱ成績重視だとか、はい、やっぱその活躍度、うん、チームへの貢献度、うん、これはやっぱり見てるよ、そうですよね、そうそうそう、まずはセリーグ、パリーグ、はい、ベスト9からいきましょう、そうだね、はい、まあ1位、ちょっと待ってください、どうしました、ピッチャー、ピッチャー、ピッチャーね、まずピッチャー、セリーグ、ピッチャーはね、はい、広島床田、おお、これはね、はい、やっぱ素晴らしい安定感を見せてるのと、はい、うん、やっぱ今チームが首位、うん、まあ、取ってる時点で首位なんだけど、はい、まあ、それに大きく貢献してるという、そうですね、まあ安定してるわ、ただ、はい、悩んだのが柳、はい、いやそうですよ、うん、柳もやっぱチームへの貢献度とやっぱ完封もあるしね、はい、まあいろいろちょっと悩んだけども、はい、やっぱ床田の安定感というのは今年はもう抜群だね、そうです、防御率もいいですからね、4月は抜群、4月はいや分かんないかなこれな、うん、リズム狂ったりだとかすると分かんないけど、まあ、ね、はい、まあ、4月はやっぱ抜群だったな、ではキャッチャーです、キャッチャー相澤、やっぱ勝負強いわ、うん、うん、で6番に入って、はい、もうやっぱこう自在、うん、うん、だから打点がトップかな、うん、現時点ではね、はい、だからこれはやっぱこう文句ないよね、梅ちゃんと坂本が出てるし、あ、まあ、併用になったりとかね、いろいろしてるし、他のチームって、まあ、大城が、まあ、大体一人でマスクはかぶってるんだけど、はい、やっぱチームへの貢献度、うん、考えるとやっぱ相澤かなって思うよね、中日の木野拓選手はどうですか、あ、いいけどさ、いや、いいんだよ、いいんだけど、だけどやっぱ4月はやっぱ相澤だよね、4月は相澤選手、でも木野拓選手はいいところで打ったりとかしてますよ、いや、そうよ、いや、だからお互いが6番打ってるんだよ、あ、相澤選手もだ、いや、そう、あ、そうか、で去年あのヤクルトが勝った中村、はい、優勝した中村がね、うん、6番だったんだ、はい、いや、キャッチャーの6番ってやっぱね、頭脳がやっぱキャッチャーだから、はい、いろんなこと考えて打席に入れるね、はい、だからここは絶対右打っといた方がいいとか、うん、ここは引っ張った方がいいとか、うん、ここは送っとくとか、うん、まあ、監督のサインもあるんだけども、はい、やっぱ自分でこう考えられる、うん、まあ、相澤が今そういう状態になってるよね、あ、まあ、そうですね、だから非常に頼もしい存在になってるよね、はい、はい、わかりました、じゃあキャッチャーは相澤選手、はい、ファーストです、ファーストいないんだよおい、これね、中田翔って言いたかったんだけど、はい、なんか翔もオープン戦の勢いはちょっとなくしてるしさ、ちょっとそうですよね、で、まあこれはもうギリギリセーフということで、はい、まあ外、いや、やっぱりね、外が帰ってくるのが待ち遠しくて、はい、DeNA はね、こう待ってたと思うんだけど、うん、ラインナップにスタメンに入った途端に、はい、まあ打つ打つ、うんうんうん、
まあ、外のインパクトが強かったなっていうね、あことなんですね、うん、オーストラリアというのもこうずっと出てるんだけどさ、なんとなく昨年の状態よりもちょっと低いよね、まだ もっと上がってくるはずなんだけど、はい、だからまだまだちょっと遅いよね、うん、ということはファーストは俺が最初はね該当者なしにしようと思ってたんだよ、あ、まあ、だけどまあ外にも頑張ってほしいということでね、うん、はい、まあ外を入れた、ここは外選手的に、はいはい、ではセカンドです。セカンドはもう言うことなしだろう、うん、まあ、はい、ないです。マキはコロナでこけたからな、あ、そうなんですね、だからちょっとかわいそうなんだけど、はい、やっぱこれはねマスターだよ、まあ阿部選手ですね、中日の。俺はね打率は低いけど勝負どころでは強いというね、うん、いや打点、いやだから打点がすごいよ、はい、だからなんていうの、この高橋周平がいたら出れなかったかもわからないけどさ、はい、外野に回したかもわからないけども、はい、だけどやっぱちょっとしたわずかなチャンスをもうものにしたよね。いやそうなんですよ、だから立浪監督はもうこれから阿部外せなくなってるもんね、いや頼りだもん、もうここはもうねいろんなしで、はい、もう阿部選手でいいと思います、はい、そしてサードです。サード坂倉、うん、岡本とは悩んだ、うん、だけど、はい、まあ率だな。で坂倉を考えるとさ、はい、今年からサードにコンバートされて、はい、まあ守備の方もよく頑張ってるし、うん、で後半なんかサードに守備方も入れて、はい、坂倉がファーストに回ったりとかもする時あるんだけど、うん、これが守備固めになってるのかどうかっていうのは疑問だけどね、うん、はい、だけどその中であの打率を残したっていうことに対して、うん、まあ、ベストナインに選ぼうと。そうか、いやそれはね岡本のね、はい、あのホームランだとか、はい、うん、まあ打点、うん、それを考えるとそれはやっぱり岡本かなってんで、ね、ものすごく悩んだよ、うん、でもやっぱこう坂倉の貢献度とか、はい、うん、鈴木誠也がいない中でね、うん、まあ、あのよく頑張ってるなっていうふうに、まあ、感じるよね、うん、そこにあと村上選手もやっぱりまだ入ってこ、ね、今月は入ってきてないっていうのが、うん、まあ、ちょっと状態が悪いのと、うん、ちょっとエラーが多すぎるね、うん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 、ちょっと寂しいわ、まあ、これからちょっと上がって気温とともに上がってくるとは思うけどね。なるほど、はいはい、さあそしてショートです。ショート、まあ皆さんがよくご存知でえ長岡坂本、え、なんでだ長岡選手、長岡ヤクルト、やっぱ坂本だよ。エラーしましたよ。いや長岡もね、うん、これはね言われないけど、はい、坂本がエラーしてチームが負けると、うん、すごく目立つんだよ、うん、でも長岡はまだオブラートに包むでしょみんながいや出始めだからまあそうですね、仕方ないっていうところですかね。まだこれから先のある選手だからと、はい、でもジャイアンツ戦でもあったけど、うん、この頃ゲッツー取っとけば大量失点しなかったの、はい、それはエラーをがきっかけに、うん、まあ、大量失点したことがあるんだよね、はい、両方ともエラーをしてるんだけど、うん、やっぱ坂本のやっぱ貢献度の方がやっぱ高いよね、うんうん、京田選手はまだちょっと上がってきてないですか。まあ、2打席連続ホームランとかさ、はい、いろいろ見せ場はあったんだけどさ、うん、やっぱちょっとね、うんうん、また言われるかもわからんけどまあまあ坂本は上位打ってて、うん、ね、京田は大体8番だからさ、まあまあそう打順のありもありますね、うん、だから、まあ、それもあるよね。中野選手はまだ、中野はまだまだだな。そうですね、うん、状態があってもありますもんね、うん、あ、やっぱそうする、まあ、小園は打率は低いしね、うん、出だしは良かったんですけどね小園選手。だから困っちゃうんだよ坂本と小園が同じポジションっていうのは。どっちのおじさんでもありますからね。そう、どっちのおじさんでもあるわけそうですよねそうそうそうか、はい、やっぱここはじゃあ坂本選手がやっぱショートは、はい、はい、じゃあ外野手3名です。はい、うん、マクブルーブ、あ、カープの、そう、はい、4番ね、新4番、はい、よく頑張ってるよね。そうですよね、最初どうなるかなと思ったんだけど、はい、これは本当にホームラン打てんのみたいな、うん、そんな感じがあったんだけどさ、うん、やっぱコンパクトに、うん、まあ、率も残せるしね、はい、これからの期待も込めて、うん、まあまあでも選ぶに遜色はない。そうです、外野手2人目です。2人目は大島。そうですよね。そうか、はい、もうそうですよ、まあ、文句なし、文句なしも、まあ、文句なしです。大島おっさんだからね、もうもうそんな36だろ。つい最近新人だと思ってたんですよ。そうだろ、はい、俺が辞める年だからね。で、すごい活躍し、いや、俺が辞めた年が36だから。あ、びっくりした、豊さんの辞めた年に入ってきた。いやいや、だから36でしょ。ああ、
バリバリですよ。いやだからすごい頑張ってるよなと思って。そうですよね、まあ、塁にももちろん出るし、あとここぞというところで打ってサヨナラもありましたし、そうだね、まあ、そうだね、はい、だから、まあ、大島のその1番起用、うん、まあ、もちろん1番とか3番とかで起用される選手なんだけどさ、はい、やっぱチーム打線をこう牽引してるというか、はい、まあ、そういうところでは非常に大きな活躍を見せてるよね。そうね、現段階で今打率トップですからね。そうでしょう、はい、うん、まあやっぱ卓越した技術あるな、すごいです見てると。あ、はい、さあ最後です、外野手、外野手近本、あ、頑張ってますよね。あのね、春先悪い選手だったんだよ、はい、今年何か変えたんだろうね、春先からいい、うん、好調ですよ、うんうん、ただ その近本の出塁が生かされてないというのがね、はい、ちょっともどかしさがあるけども、はい、でも個人的にはすごくよくやってるよね、うん、であの3番打ったりとかもありましたし、そうだな、短くバット持ってな、はい、3番打ってなって、はい、まあ、チームの事情でそうなってるんだろうけどさ、はい、やっぱ1番で近本が固定できると、うん、やっぱ阪神はぐっと行くだろうなっては思うけどね。そうですね、はい、でもここら辺例えば常連選手の丸選手だったりとか入ってきてなかったりとか、丸はね、うん、まだこんなもんじゃないって思うよね。だからポンポンとホームランは打ってるよ、はい、ただなんかこう率が低いとか、うん、まあ、そういうこともあるし、うん、ポランコ選手は、ポランコもね、うん、チームの中ではポイントになる選手だよね、はい、率は低くてもやっぱ一つのフォアボール一つのヒットがなんか点に絡んでくるっていうような選手だよね、はい、悪くはないけど、うん、まあベストナインっていうほどでもないでしょ。あ、ほどでには至ってないってことなんですね。なるほど、はい、じゃあパリーグ、パリーグいきますか、はい、はい、まあ、なんといっても佐々木朗希だよな完全じゃ見れないぞお前、28年ぶり、そうですね、次の日投げて8回までパーフェクト、次の、あ、そうですね、ないぞお前、そうですね、あ、25イニング、はい、ね、連続三振、はい、もう終わったけどね、もう途切れたけど、いやだけどやっぱ佐々木朗希やっぱ感動したよね。え、これ日本国中かメジャーもですからね、巻き込んでの、まあ、まあそうだね、うん、やっぱり佐々木朗希投手ここはもう他になしですか。山本由伸も負けないけどさ、負けないピッチングはしてるけど、はい、いやでもやっぱ完全試合ってさ、うん、できないよ。まあ想像できないですよね。簡単にやったけどねなんとなくねいや印象的には、印象的にはそうなんですよね、うん、ただパリーグの防御率、うん、今えぐいことになっていて、うん、すごいですよ。0点台が6人ぐらい、うん、今現時点でいるんですよ。佐々木朗希投手 1.16 です。あ、そうか。この時点では、今の時点ではトップは 0.45 のロメロなんですよ、ロッテの。あとか2位は 0.62 の千賀投手とか 0.64 早川投手で、オリックスの山本投手 0.82 で、同じくオリックス山岡投手 0.92 で、ロッテの石川投手 0.99 いるんですよすごいないやだけどじゃあ完全試合やってごらんよって言ったらできないよ。確かに牧原さん以来ですからね。そうだ、28年ぶりにお前そんな感動をもらったわけだから、はい、分かりました。さあキャッチャーですそれを受けた松川、うん、まあ、確かにそうですね。そりゃね、しびれると思う、疲れると思うよ、うん、あれだけ速い、あれだけ落ちる、うん、ね、そういうのをやっぱ取るんだから、はい、まあ、取らなきゃプロじゃないけどさいやでも、まあ、だけど高卒ルーキーで完全試合をやらすって、はい、で次の日、次の回、あの次試合もですよね、試合も8回までパーフェクトやるんだから、はい、多分すごいプレッシャーの中だったと思いますよね。そう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 、いやだから松川でいいと思う。そうですね、なんかここはもうベストバッテリーとかに今月のなりそうですもん、ね、まあ、そうだね、はい、はい、さあファーストです。ファーストはソフトバンク中村、うんうん、中村、まあ、地味だけどやっぱ打ってるしね。そうですね、打ってますね、うん、で柳田、はい、栗原が離脱の中、はい、やっぱマークされるとしたら中村なんだよね、はい、だけどその中でもやっぱしっかり結果を出してるという、うんうん、まあ、そこら辺がポイントかな。はい、はい、分かりました。さあセカンドです。三森、はい、三森選手もいいですね、うん、三森も昨年とは違ってね、大きいのも出だしてきてるしね、うん、はい、だからすごく成長も見せてきてるし、うん、そういう意味では三森かな。分かりました、はい、じゃあサード、サードはね、まあ、なかなかいないんだよ。でもそうです、ね、うん、ガルビスかなって。あ、ここソフトバンク続きますね。続いたね、はい、
内野続くね、ショートが誰かって言ったら、はい、ね、続いて全部がソフトバンクになっちゃうけど、ダルビッシュの決め手は、はい、やっぱ開幕戦で負けてた試合を一発回答で逆転満塁ホームラン、はい、日本ハム戦ですよね。そうだね、だからまあそれがやっぱりこうインパクトがあるかなという、ね、うん、でまあ守備もうまいし、はい、うん、まあガルビスでいいかなという印象という意味ではね。そうですね、ただソフトバンクね、本当さっきおっしゃった柳田選手とかね、栗原選手書いてる中でやっぱ3選手出てくるってことは他の選手も頑張って、でも2人離脱してから負けがポンポンと続いたからね、はい、ああ、うん、それはやっぱり多少の影響はあるんですね、はい、そしてショートです。ショート、はい、石日本ハムハムの、はい、頑張ってますよね。いや頑張ってるよ、ホームラン打つしさ、うん、はい、あの石だけは出続けるんだよねこれ日本ハムで。やっぱりなんか使いたくなるような要素を持ってる、好きなんだろうな、ビッグボスが、うん、おー、でまあ、勝負強さも見せてきてるしさ、はい、だから、まあ、他があんまりパッとしないっちゃパッとしないけどショートが、うん、まあ石かなって思うよね。うん、そこはじゃあパンって出てきた感じですか、もうすぐ。そう、まあそうだね、じゃあ外野3名です。外野は松本剛、あ、日本ハム、うん、ただいま率トップです、4割です。なあ、なんか生き生きしてるな、はい、うん、ここでやらなかったら、うん、もうクビになるっていうような覚悟があるんじゃない、うん、はい、だからすごくこう前向きにやってるというかね。そうですよね、うん、まあ、ビッグボスとの相性もいいのかもわからないけど、うん、だから4番に使われたりだとかさ、はい、まあ、その中で結果を出したりだとかさ、うん、だから非常に自分を表現できてるよね。そうですね、うん、さあ外野手2人目です、西川、まあ、ここはもうね、そうですよね、ここはもうって言うけどさ西川の心境を考えるとさ、はい、まあ、複雑な気持ちの中でスタートしたとは思うけども、はい、やっぱソフトバンクで 大暴れしてね、ソフトバンク戦でね、はい、大暴れしながらみたいな、うん、まあ、存在価値を、うん、みんなにアピールしたというね、うん、まあ、あの活躍を見てるとさ、なぜ日本ハムがそういうようなことをしたのかなってのは思うけど、うん、でもまあ彼の場合環境を変えないとこういう成績は出てないかもわからないね、うん、もう完全なる今楽天のリードオフマンとか一番で、いやだから、うん、楽天の問題点というのは誰が一番打つかっていうことだったんだけど、はい、もう西川がもうハマりにハマってるよね。ですよね、だからやっぱりこの位置にいるってことなんですか、楽天。まあそれもある一つにね、はい、いい選手取りましたね、はい、さあ3人目です、オグレディ、お、オグレディ選手、はい、守備はちょっとね、はい、おぼつかないけどだけど最初どうかなとか思いながら見てたんだけど、はい、やっぱこうアジャストしてきたね日本の野球にね、うん、で今西武打線の中で頼れるのはオグレディ、はい、そうですね、今、うん、そうですね、欠けてる部分があるので、ね、はい、まあ、吉田とか杉本とかちょっと出遅れ気味だったからね、あ、オリックス、そうですね、やっと吉田らしくはなってきてるけど、うん、まあ、杉本がまだまだとか、そうなんですよ、うん、このどっちかがこう入ってこないとね、うん、オリックスはまだまだ苦しむかなっていう。そうですね、でも、なんていうの、西武は遅れで1人なんだよね、はい、今それがそうですね、のような状態なんだよね、うん、だけどその中でやっぱこう一生懸命やってる、ね、うんうん、はい、さあ DH ありますね、パリー DH は島内、あ、楽天の、はい、まあ DH 島内でいいのかと思うけど、うん、他の DH の選手があんまりこう日替わりとかいろいろ変わるんだよね。昔 DH って言ったらこの選手って固定がなあ重かったんだけど、はいはい、固定で生きてないよね他のチームはね、はい、まあ、島内もそうなんだけど、はい、まあまあだけど、うん、まあ、昨年の打点王だし、うん、ユニフォームが売れるように選んだよ、はい、うん、ユニフォームが売れるように、いや、ヒーローインタビューで言ってたからね、そうですね、僕の僕のユニフォームが売れ残ってるらしくてみたいなここからまたね、どんどんさばいていってほしいですよね、活躍して、はい、さあベストナインは発表しましたが、残るはセパの MVP とセパの新人です、はい、なので MVPP 新人どっちからいきましょうか。まあ MVP だよ、ね、MVP からいきますか、はいはい、じゃあまずセ・リーグの MVP、まあ、セ・リーグはね大島、はい、おお、やっぱ勝負どころでベテランらしい技を見せてくれてる、はい、まあ、サヨナラヒットでも追い込まれて、うん、フォークボール空振りして追い込まれて次のフォークボールを、まあ、打ち返したというね、うんうん、
まあ、ああいうあたり、まあ、阪神の焦りも感じるんだけど、はい、だから大島のやっぱその冷静さ、はい、それを感じさせてくれたよね、はい、やっぱベテランっていうのは追い込まれても焦らないね。そうなんですね、うん、だからああいう落ち着きを見せてくれるとすごくチームとしては安心できるベテランだよね。そうですよね、うん、しかも中日今年本当に打線がつながっていい一つの要因にやっぱり大島選手がやっぱり勝負強いからと思いますもんね。そうだね、はいはい、さあパリーグの MVP です。これは言わなくても分かるだろ佐々木でしょ。これはね1試合当番、はい、1試合完全試合、はい、もうそれだけで決まるよね。まあそう20そうですね28年ぶりなので。だって人にできないことをやってるわけだから。そうですよね、うん、じゃあ28年の前のあの時も記録ずくめだよ。あ、まあそうですね、今まで9連続三振が、ね、記録だったんだけど、はい、13って、はい、これね江川さんに聞いたけど、うん、9つは一回りだから取れても、うん、あそっか2巡目からはやっぱり、ね、うん、そりゃ取りにくいよって。だから13はすごいっつってたよ、うん、やっぱ江川さんがやっぱ認めるぐらい、はい、俺も13なんて取れないよ、うん、だって1回の2アウトから5回終了まで全員三振だよ。いやちょっと考えられない。考えられないよ。はい、これ高校生に投げたとしても、うん、なんか前に1回ぐらい飛ぶんじゃないかと思うけど、はい、プロ相手だからな。そうですよね。ああそれで昨年のチャンピオンチームに投げてるわけだ。ああ確かにそうですよね。一つは。うん、だから吉田正尚が三振しないあのバッターから3三振だから。あそうでしたよ、3球三振でしたからね。そうそう、まあ、3球三振でも4球でもさいいんだけどさ、あれ三振しないバッターから三振を取るっていうのはすごいよ、うん、やっぱそうですね。で、うん、次翌週もあわや完全試合までいりましたもんね、うん、じゃもうここはそうですね、 MVP はもう佐々木投手ということで、はい、さあそして新人です。月間新人これは迷ったな。セ・リーグ、セ・リーグ迷った。じゃあパ・リーグからいきましょう。あパ・リーグ北山、うん早い3勝日本ハムの、はい、まあ、開幕投手務めて、はい、それから抑えになってクローザーになって、はい、まあいい球投げるし、はい、まあまだ安定はしてないけども、うん、だけどやっぱ結果はすごいよね。あのセーブも上げてますしね。だからこう考えると日本ハムの選手っていうのは出てくるんだけどチームが弱いというね。それなんかあの個々の強さは今鍛えられてるっていうことだよ、うん、それがつながればいいんですね、うん、だからある時期にそれを束ねようとビッグボスは考えてると思う。あそしたら戦える集団になってくると思う、うんうん、今もう楽しんで自分の結果自分を出しているという状態だけなんで、うん、はい、まあその勝敗ということに関しては結びつかないかもわからないけども、うんうん、これが束ねた時に、うん、清宮も良くなってるからね、はい、束ねた時に万波も、うんうん、どんどん出てきますね。で今川もそうですね。いやこれが束ねた時に、はい、いいチームになると思う。あ楽しみですね、うん、その中でやっぱこう北山がね新人として頭角を現してきたと、ね、はい、はい、じゃパ・リーグは日本ハムの北山、はい、さあセ・リーグの新人、セ・リーグはね、うん、誰と悩んだかというと、はい、赤星と、はい、大勢、どっちも巨人ですね。どっちも巨人。まあ赤星はやっぱセンスがあるな投げ方に。そうですね、うん、なんか崩れなさそうですね、流れに。冷静だしコントロールいいしさ、はい、ねえ、うん、でも大勢は逆に迫力あるしな。いやすごいですよ、セーブずっとつけてますからね、うん、失敗がないでしょ、はい、うん、だからまあ大勢ということになったんだけどね。あここはじゃあ赤星投手ではなく、うん、大勢投手。そうだね、うん、チーム記録も作ったしな。あそうですね、うん、あとねピンチになってもきちっと抑えてセーブを上げるっていう、なんかひょうひょうとしてるよね。ですよね、巨人のセーブ、いや赤星もひょうひょうとしてるよ、うん、ピンチそれがどうしたのって抑えればいいんでしょみたいな。いやだから新人の度胸の座り方って いいねいいですよね、うん、でもどっちのセットポンもどっちも見るとこの2選手やっぱ後ろの選手じゃないですか。まあそうだな、はい、うん、なかなかさ、うん、まあローテーションも持ってやると、はい、うん、まあ3月の末からだと、うん、まあ3試合多くて先発はね。そうですね、でもクローザーっていうのは勝ってれば出てこれるというところから考えると、うん、はい、
こう数をこなせるよね、うんうん、その中で数字を上げるとやっぱりインパクト強いし、はい、だからまあ赤星も本当に、ね、うん、ああやって安定して勝ってくれるとさ、うん、チームは楽だしね。そうですよね、うん、でも大勢がしっかり抑えてくれるとさ、うん、俺は助かるし、はい、今まで苦労してたから後ろに、うんうん、そうですよね。まあ新人は大勢と来たよ、はいはい、はい、というわけで、まあね、あの4月の月間はこういうふうになりましたが、はい、果たしてじゃあ5月は同じメンバーが出てきてるのか、うん、それともガラッとまた変わるのか。変わらないとこもあるよね、これ。そうですね。いや、やっぱり、ね、哲人も出てこなきゃいけないし、村上もそうだし、はい、まあ、岡本、まあ、岡本は選んでもいいと思ったんだけどね、うん、まあ、坂倉が頑張ってるし、はい、だからいろんな選手が入れ替われるように、うん、頑張ってほしいと思うね。そうですね、はい、はい。